かぶせたと思ったら4段目が飛んでくる。実際のところジェニーはほとんど強いですはい、通常技の性能もめちゃくちゃ高いんで、4人だけですよ、カインは。はい、はい、アジフさんとツボさん、さあ着々と参加者が減ってっております。そうですね、代表者になった方はもうトーナメント出れませんね、それ、はい、それ以降のケビン、ガトー、ガトーがまだいますね。いざもガトーは出るっていうね、さっきから、はい、アンビガがアジフさんです。どうやらメインキャラっぽい。スーピーガがツボプラスくん。いろんなルーレット、そうですね、ガチでルーレット使ってる人も会員だけは使えないっていう人が多いので、このキャラ本当に難しいですよね。なんか基本的にもセットプレイならまあできるんだけど、はい、それ以外の細かいちゃんとした立ち回りができないっていう人はほとんどだと思いますね、はい、そうですね、やっぱりため技キャラなんで暴発がすごいですよね、このゲーム。なんせため技が19フレームで完成しちゃうらしいので、ガードして投げ穴入れるだけで技が出ちゃうって、すごいダメ時間早えよみたいな。ランツーランツー、さあガネ端を追い詰めて、さあジャンプ抜きって、さあランツーランツー投げて、おっと投げてからの、あっと出ない、潜在 J でからの追撃コンボをやろうとしたんですけど出なかったですね。ちょっとダブル J としては遅かったが、バックスに育ってしまい勝ったのはツボくん。さあもう一個の準決勝ですね、カツンさんとクララクランさん、クマニットですね。さあカツンさんはようやくメインです。なんて強い、間違いないっす。ハハハハ、ナイスね、ガイルのスーパーキックで。ごっつぁんどっち初見ごっつぁんがなんか、ね、東京ナウっつったんだけど違う、横浜ナウ新幹線のなかったこと違うか、そういうわけじゃない。でも始まってますね。ワンピー側がティファニー君ですね、白い方、黒い方が、カツンさんで、ね、メインキャラカイン。はい、さあ投げて、あ、ちなみにですね、ガトーのガトートーナメントのエントリー始まってますんで、どんどんエントリーすればいいかな。さあ隙はほとんどありません、ランチは。一回ランチの隙にスパードぶっ刺そうと思ったらガードされたことがあります。意外と隙は少ない。はい、あとはゲージ貯めるか、おっと、さあラウンド取るのはカツーさんの単位。ワンチャンどうなんですかね。まさかね、まあでもさすがにカツーさんこの動きを見る限り大丈夫そうですね、はい、突然の警戒に、まあ、ぶっぱとかに警戒しなきゃいけないですけど、それぐらいだったら大丈夫そうな気がしますね。さあさあ投げようと思ったら新フレームが出る。お互いでも TOP 最後っていうのは珍しいですね。やっぱり、はい、セットプレイ重視の会員使いっていう人は非常に多いので、はい、もうちょっと早めに使える真ん中とか、まあ先頭の人も珍しくないんですけど。そうですね。さあ、ゲージ貯めて。さあ、おいしい。さあ、もう一丁。テレガサね、割れない。割れた。割れて。プレイの当たる。さあ、こっから。からの、そう、ゼーレフッパがあるからあれなんですよ、近づけないっていうのは。わーっとおー、すいません。田中敦さんで、坪尾くんと決勝。いやー、数々のキャラで坪尾くん決勝に残ってますね。はい、1回勝つと決勝戦、ね、はい、ガート大丈夫ですか。
ガードをエントリーしちゃえばいいじゃない。ガークまずフライングでゲージため。いなそう。わあ、いた。フレームフレームでゲージしため、はい、さあランツェパンツァーからトッツァー上げてトランツェ、ですね、1P 側がカツンさんで 2P 側がツボさんですね。さあゼイからゼイの攻め、いやーきそう。あのシーフレーム置きどころうまいですね。まあどう触るかっていうのは結構やっぱり簡易戦ってのは難しいと思うんですけど、まあとりあえずやっぱりリリードは奪いたいですよね。そうすればもう相手は寄っていくしかないですから、はい、それをもう待てばいいみたいな形になりそう。これは受け取れる、間に合わない。さあできる潜在性で攻め、あーボイシーがミスってしまう。さあ殺しきれなかったが、さあフレーム打って時間稼ぎ、おい打ち、おいしい。また二人とも悲しみを背負ってしまうのか。あー、はい、同じこと考えてた。マルコはメルル君です。だけどね、どういうことだみたいな、はい、マルコしか全員得しなかったっ勝った人が首ひねってますから、ね、なんで俺勝ってんだろうみたいな。おかしいなみたいな。さーっと初段抜いてから潜在ゼーレ、しかし TOPG じゃないので TOP アタックは出ない。ふぅふぅさあだーゼーレーもう一回勝ちますよね、当然ランチェさあ、さあホタル代表の田中さんから今のおかしいだろうと物言いがわざと負けたんじゃないですかと、はい、いやマジやらせとかないわ、はい、まあね、意図的にコマミスもできるんでね。はい、じゃあガトータナメント締め切りたいと思いますが大丈夫ですか。参加する方いませんか。締め切りたいと思います。はい、大丈夫ですか。じゃあ締め切ります。じゃあ機械さんお願いします。着々とね代表者が決定しますが、いやさすがメインキャラだ、無理だわあれ。ちょっとお茶買ってこよう。正直ね、いつもやられてることやればいいんじゃねえとか思ってたんだけど、同キャラ戦だとダメだね。向こうも同じマス持ってた。